次の文中の括弧内に入れる A および B の5の組み合わせとして法令上正しいものは1から5のうちどれか中鉄低ボイラー括弧小型ボイラーを除くにおいて給水が水道その他 A を有する水源から供給される場合には給水管を B に取り,取り付けなければならないこの AB の組み合わせなんですが高濃度塩素返り管浄化装置膨張管浄化装置ボイラー本体 圧力乖離感圧力ボイラー本体この中で正しい組み合わせはどれでしょうか はいいかがでしたでしょうか正しい組み合わせはこちらですね圧力返り管となりますえ、読んでみましょう鋳鉄製ボイラーにおいて給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には給水管を返り管に取り付けなければならないえ、この文章がですねえー、っと鋳鉄製ボイラーの100条に定められているとね、えー、ボ,イボイラー構造規則の方ですねはい ということなので、まあこれはですね。この文章がまあそのまま出ますし。まあ、この文章としても覚えておいてください。給水が鋳鉄製ボイラーの場合において給水が水道、その他圧力を有する。水源から供給される場合には、給水管を解離管に取り付けなければならないということですね。はい、もう直接ボイラー本体ではなくて乖離管ですよ。ということをね。しっかり覚えておいてください。もうこの文章を何回も読んで暗記しておいてください。はい、というわけで、今回は鋳鉄製ボイラーについてでした。